に取り付けられているフレットフラッシングリアエンドデバイスとは、北米の鉄道において、貨物列車の最後尾に装備される装置である。頭文字を取ってフレット、またエンドオブトレインデバイス、その略称、ETD、e a トとも呼ばれる。以下、本校では、フレットと記述する。ウィルマと呼ばれるホット。編成最後尾のブレーキ間圧力を表示する。フレットは、 かつて存在したカブースの代用品として活用されている。その主たる機能はカブースの添乗員が行っていたチェック業務である貫通ブレーキのブレーキ圧のチェックと走行中の列車の連結が解放していないかのチェックである。フレットはチェックしたこれらのデータを先頭の機関車に無線送信し、機関車ではヘッドオブトレインデバイスという受信装置で受信する。ホットは ウィルマとも呼ばれている。これは、原始家族、フリントストーンの登場人物に由来し、フレッドとタイをなすホットを、主人公の妻、ウィルマに見立てたものである。カナダでは、センスブレーキングユニットと称し、略してスペと呼ばれている。ホットは、多くのインジケーターを持ち、緊急時に、非常ブレーキを操作するためのトグルスイッチが備わっている。また、現在の機関車に、 装備されているホットには制御用コンピュータシステムが組み込まれておりデータは機関車上のディスプレイに表示される鉄道会社には操車場や途中駅で列車を蘇生するときのブレーキテストが法律で義務付けられている列車の中間で車両を切り離したり連結したりする場合には乗務員はブレーキが最後尾まで確実に作動しているか確認しなければならないこのとき 大抵の運転士はフレットから送られてくる空気圧のデータの増減値で確認している。従来は一列車につき車掌と制動手の最低2名が運転士とは別に乗務していたが、フレットによりカブースの購入、維持費と制動手の人件費、マンアワーの削減を可能とした。フレットの導入によって北米大陸の鉄道の大部分においてカブースは用途廃止となったが、 逆行運転をする場合や、ごく短距離の運行や、鉄道警察の同乗や、補線要員の同乗が必要な場合などでは引き続き、カブースが使用されている。現在使用されているフレット。フレットが最初に導入された路線は、フロリダインストコース鉄道で1973年のことであり、すぐに他の鉄道路線でもフレットを用いた列車運用が行われるようになった。 初期のフレットは列車の最後尾に取り付けるもので蓄電池と微灯のみの構成であった。1980年代には機能が拡大され、フレットが観測したブレーキ化圧力を先頭の機関車へ無線送信する機能が付加された。バッテリー交換のコストを節減するために周囲の光量を感知するセンサーを付加して、日が暮れてから微灯を点灯させる機能を持たせたり、 ブレーキ管の空気圧を利用した発電機を搭載したりするなど改良が進められた。従来のフレットが収集したデータは一方的にホットに送信されるだけであったが、後にブレーキ管圧力をフレット側で操作する機能が付加された。通常のブレーキ操作では、機関車側でのブレーキ管の減圧操作が列車最後尾に到達するまでに遅延が起こるが、 最後尾からも減圧することにより、列車全体に制動がかかる遅延を短縮し、制動距離を短縮するものである。この機能は、主に非常時などに使用される、鉄道におけるブレーキにおいて圧縮空気がどう使われているかなどは、鉄道のブレーキ、空気ブレーキ、鉄道車両の空気ブレーキを参照されたい。また、近年製造されているフレットには、 従来のフレットの機能に加えて GPS 受信機能を搭載したものも多い。北米の鉄道愛好家は鉄道列車の写真を撮影する際にフレットからの電波を傍受することによっておおよその列車の位置を知ることに用いている。北米ではフレットからの電波は452.9375、457.9375。 メガヘルツで運用されており、ノーフォークサザン鉄道のみが、アメリカ鉄道協会のチャンネル67を使用している。フレットから送信される電波はおよそ2から5マイルの到達距離を有し、2ワットの出力を持っている。ありがとうございます。